ベルンハルトヨーペは第二次世界大戦時のドイツ空軍爆撃機部隊のパイロットであり、白洋付騎士鉄十字章の受訓者の中の一人でもある。騎士鉄十字章とそれより上位の白洋付騎士鉄十字章は戦場での卓越した行為や軍事上のリーダーシップを発揮した者に授与された。ヨーペはドイツ海軍を支援して北海や大西洋で行われた作戦で、 フォッケウルフ FW200 コンドルを操縦し、1940年10月には、エンプレス・オブ・ブリテン号に損害を与えた。ヨーペの率いる第100爆撃航空団は、イタリア海軍の戦艦ローマ、イギリス海軍の戦艦、ウォースパイトと巡洋艦ウガンダ、アメリカ海軍の巡洋艦サバンナへの攻撃に参加した。ベルンハルトヨーペとフリッツ・フリーゲル・ベルンハルトヨーペは、 コニッヒリーチテクニシャホークシュラズダンチヒ卒業後の1935年4月1日にドイツ空軍に入隊して軍務に着いたが、入隊以前にすでにドイツ運輸飛行士学校でほぼ操縦訓練を完了していた。ドイツ海軍を支援してヨーペは FW200 コンドルを操縦し、ドイツルフトハンザ航空のために北海から大西洋にかけて実験的な作戦に参加した。 1940年10月26日に、兵員輸送船エンプレスオブ、ブリテン号を発見し、2発の250キログラム爆弾を命中させて、損害を与えた。動船はその後、同月28日に、ハンスイエニッシュ艦長の潜水艦 U-32 によって撃沈された。KG100 所属時の1943年9月10日に、ヨーペイは、 連合国へ降伏するために、ラスペツヤからマルタに向かい航行中のイタリア海軍の艦隊への攻撃を指揮した。フリッツ X 無線に誘導滑空爆弾で武装した11機のドルニエ217を率いて、4万5000トンの戦艦ローマに2発を命中させて撃沈した。ローマの姉妹艦である戦艦イタリアにも一発のフリッツ X が着弾したが、 同艦はマルタまでたどり着くことができた。後の戦闘でヨーペと KG100 はイギリスの戦艦ボースパイと巡洋艦ウガンダとアメリカの巡洋艦サバンナにフリッツ X を命中させた。戦後の捕虜の期間が終わるとヨーペは飛行を再開し、今度は引退するまでルフトハンザドイツ航空のパイロットとして勤務した。1995年7月31日にヨーペは ケーニヒシュタイン・イムタウヌスで死去した。ありがとうございます。